listening to FM YY.こんにちは。今日もですね、FM ワイワイでは学生からのいろいろな発信をお届けするというコーナーになっています。今日は彼に来ていただきました。自己紹介お願いします。皆さん こんにちは、神戸大学経済学部 の東野昴と申します。今回、あなたの、発信するっていうののタイトルを出してください。はい、今回私が発信いたしますのは、震災が起こった時、こんな時、どんな行動を取るべきなのだろうかという、題名でお送りいたします。はい、わかりました。 FMYY 1995年1月の17日のあの阪神淡路大震災から、そこからいろいろなことを皆様にお伝えしてきましたけれども、もう27年を超えました。そこで25歳以下のいろんな人たちがどんなふうにそれを手に入れてくれてるのかということで、大学生たちにいろいろな方面から自分が感じたこと、それを伝えていただこうと思っています。ではスバル君お願いします。はい、まずはですね、なぜ、このプログラムに参加したのかという経緯を、紹介していきます。神戸大学の課外活動である、神戸グローバルチャレンジプログラムに、まず私は、興味を持ちまして、この神戸グローバルチャレンジプログラムって、いろんな、ね、プログラムがあるんですけども、特に FMYY さんは阪神淡路大震災にこだわった団体なので、FMYY さんで神戸、阪神淡路大震災についてちょっとまた学ぼうかなということで、こちらのプログラムを選びました。それでですね、このプログラムを通して、震災時に周りの人々が、協力して助け合うことと、もちろん行政と市民が、協力することが、重要だと、感じました。だからこそ、震災が起こった時に自分に何ができるのかということを、考えるようになりました。実際一度被災した人は、今地震などが起こったとしても適切な行動が被災の経験がない人よりは、取れると思います。実際私の父も、そうでした。最近、テレビで、地震の避難訓練の報道とかもしていたんですけども、自分が、実際にこの避難訓練を、やったとしても、実際に地震とかが起こったら、適切な行動が取れない人の方が多いだろうと言うと、父親も、それに同意して、一度被災していないと、まともな行動は取れないだろうと、被災した本人も言ってましたので、これは多分確実なものだろうと思います。ということで、被災の経験がないと、どうしたらいいのかわからない、だからこそ、被災する前に今一度ちょっと考えておかなければならないということで、今回この、テーマで、やっていこうと思います。はい、こちらが伝えたいことになります。特に自分と同世代の人間に伝えたいという思いで、書かせていただきました。自分がつい取ってしまうだろう行動、実際の震災での例、震災の際取るべき行動、肉体的貢献、精神的貢献、震災の際他の人にも取ってほしい行動、インドネシアのアトマジャ大学ジョグジャカルタとの交流、最後に震災の教訓となっております。まず、自分がつい取ってしまうだろうという行動です。日本は地震大国で、多少の地震、例えば震度1とか2とかなら、精神的に響くことは、ないでしょうが、震度7レベルの地震だと、思うような適切な行動は、取れないだろうと思います。実際私、家族旅行で、淡路島に行った時に、野島断層 の保存の記念館がありまして、そこで震度7の地震を、体験するというふうなことが、あったんですけども、実際に体験してみると、これはブースで体験ができるってことになっているところですね。そうなんですよ。でも実際に体験したんですけども、もう立ってられないとかじゃなくて息ができないほどでした。そんな感じの地震が来ると、もうおそらく精神的に参って、
まともな行動は取れないだろうと思います。まあ、取れても、まあ、おそらくは机の下に隠れるだとか、ドアを開けておくとか、まあ、そういうことは思いつくだろうと思うんですけども、いわゆるまあ高校時代までよくやっていた避難訓練で、それでやったこと以上のことはまあできないだろうと思います。例えばまあ避難所に行くとか行かないだろうとかの判断とかもまあできないだろうと私は思います。次に実際の震災での例をちょっと挙げていきます。阪神淡路大震災で閉じ込められた際に、まあ、どのようにして助かったのかというデータが、こちらにあります。ご覧の通り自力脱出が 35%、家族によって助けられたのが 32%、 近所の人に助けられたのが 28% と、まあ、自衛隊等のまあ専門家ではなく、まあ、一般の人に助けられたというケースが、ほとんどです。まあ自衛隊消防隊だけではまあ手が足りないということからも、一般の人々がまあ瓦礫に埋もれた人々をまあ助けていたというふうに考えられます。ちなみに私の父も当時神戸の方に働いておりまして、職場で棚の下敷きになったんですけども、まあ運よくまあ同僚に助けられたということで、まあやはり助け合いというものは重要なのかなと思います。まあ、もし今後被災した場合には、阪神淡路大震災の、まあ、記憶が残る、父や母がいるのであれば、アドバイスをもらいながら行動をするということもいいだろうと思います。続いて、震災の際取るべき行動ということです。まずは、まあ、自分の安全確保と、家族に安否を知らせることが、まあ、先決だろうと思いますけども、まあ、先ほど挙げた例のようにですね、面識のない人でも、まあ、できる範囲で、助けてあげるべきだと思います。近所に助けを求めている人がいないのであれば、速やかに学校等の避難所に行くべきです。まあ、何をすべきかわからないという人もまあたくさん出てくると思うんですけども、そういった場合には分かっている、例えば被災経験のある大人とかにまあ聞いてみるというのが一番良いでしょう。その自分のできることの中でも、まあ、肉体的、体を使って、できることということで肉体的貢献と、書いておりますが、自分の場合では、まあ、避難所っていうのは、まあ、単に避難する場所ではなく、まあ、助け合いの場所でもあるというふうに考えています。でそこに避難する以上は、まあ、どんな形でもいいので貢献する必要があると考えています。自分の場合にはまあ若いので、まあ、若い人はね体力があるということなので、まあ、飲み物とか食料とかをといったまあ援助物資を運んだりすることができるはずということです。はい、次です。精神的貢献と書いておりますが、まあ、心への貢献ということですね。被災のショックで、まあ、精神的ダメージを負っている人が、まあ、子どもだけでなく、まあ、大人とかも、まあ、出てくると思います。特に、まあ、子どもはですね、まあ、今後の人生に大きく影響してくると思うので、まあ、優しく寄り添う必要があります。また言葉が通じなかったり文化が違う人もいます。以前、まあ、動画を見ることがありまして、まあ、その中で遠慮してちょっと援助物資を、まあ、受け取らないという外国の方もいました。まあ、自分が外国で被災したというふうに、まあ、仮定すると、まあ、どれだけ不安 で申し訳ない気持ちになるのかというのは分かるかもしれませんけども、まあ、こういう場合にはですね、ジェスチャーでも何でもいいので援助を受けてもいいというふうに安心させてあげる必要があります。続いてですね、風評被害です。まあ、震災にはですね、風評被害というものがまあつきものです。東北に住んでいる、まあ、親戚がいる、まあ、友達の話なんですけども、震災が起こった時も、震災が、起こった後も風評被害に苦しんだと、言ってました。まあ、どういう風評被害かといいますと、まあ、漁業関係の、仕事に就いているのだろうか、まあ、分かりませんけども、まあ、その友達に、まあ、その親戚が、まあ、魚介類の贈り物をしていたみたい でその友達が、まあ、他の人に、まあ、その贈り物をお裾分けした時に食べて大丈夫なのっていうふうに、まあ、言われて、まあ、ショックを受けたそうです。まあ、これなんでかというと、まあ、おそらく
東北では、まあ、あの原発事故がありまして、その贈り物である、まあ、魚介類が放射能に汚染されているのではないだろうかというふうなニュアンスが含んだ形で、まあ、あのその他の人が言ってしまったのでショックを受けたのだろうと思います。まあ、現在はあの国が、まあ、あの安全も、ね、保障しているんですけども、まあ、東北の食べ物はもう汚染されているというふうに風評被害を、まあ、未だあの撒き散らす人もいます。まあ、こういった噂とか風評被害を止めることも私たちにはできることで、私たちにすべきことでことの一つではないだろうかと私は考えております。続いてはですね、震災の際に他の人にも取ってほしいという行動です。日本は海外と比べて震災地での、まあ、秩序が乱れることは少ないです。まあ、これは海外からも称賛されることが多いことです。まあ、あの助け合いの精神があるのかどうかはちょっとよくわからないんですけども、まあ、多くの人は何らかの形で、まあ、あの貢献をしています。しかしですね、なかなか外国人や障害者といった人に、まあ、スポットライトが、ね、当たることがないため、まあ、他の人と同じ対応をするのではなく、まあ、相手のことを考えて行動を取るべきだろうと思います。続いてはですね、あのインドネシアのアトマジャ大学、まあ、ジョグジャカルタのとの交流についてお話しします。以前、まあ、あのインドネシアの学生と交流することがありましたので、まあ、そこで得た知識や経験を交えてお話しします。現代日本では、まあ、科学が発達し、まあ、世の中が便利になる反面、自然のありがたみを忘れてしまっているという側面があります。もちろん科学を放棄することなどできませんが、もう少し自然を意識すべきなのではないかと思います。インドネシアでは、まあ、日本のように、まあ、地震とか火山の噴火が、まあ、多発しております。日本では、まあ、災害というものは、まあ、忌むべきものとして、まあ、嫌われていると思いますが、まあ、彼らは、少し違ったようです。インドネシアの人たちは、災害と向き合っている、まあ、火山と向き合っているんです。まあ、どういうことかというと、まあ、あの彼らは、火山が噴火して、で、まあ、多くのもの、命だとか財産だとかはを奪っていくんですけども、まあ、それと同時にですね、まあ、火山は人間に対して恩恵を与えているということを彼らは分かっています。だから火山が噴火しても、まあ、火山から離れることはなく、火山の近くに村を、まあ、作り続けるということをしているんです。インドネシアの人に、まあ、日本人にはこういう感覚はちょっとよくわからないだろうというふうに言われましたが、まあ、実際に訪れてみると、まあ、わかるとも言われたので一度訪れてみたいものです。日本人が、まあ、こういったように、まあ、完全にインドネシア人と、まあ、同じ生活を送ることは、まあ、難しいかもしれません。しかし自然と向き合うという彼らの考え方を、まあ、見習うことはできると思うし、してみるべきだとも思います。今までは、まあ、自然を破壊することばかりをね、まあ、工業の発展だとか科学のためだということで自然を破壊してきましたが、近年は植林とかも進んできています。言葉では表すことが難しいのかもしれませんけども、自然を尊重して向き合うということをすることも私たちの取るべき行動の一つなのではないでしょうか。最後に震災の教訓です。阪神淡路大震災、東日本大震災、それ以外にも豪雨や洪水で多くの人たちが命を落としてきました。被災当時、辛くて涙した人間も多く、被災後も辛い思いをして生きている人間が、います。最近は地震が増えています。こういう時こそ、震災の教訓、記憶を伝えていくべきなのではないでしょうか。私からは以上です。はい、ありがとうございました。例えばこういうあのプロジェクトGCP 課外活動に参加して、そしてまたですね FMYY っていうところにこうわざわざ来て、でまたあの 1.17 神戸に明かりを稲形という会場にも来てもらったり、竹切りにも参加してもらったりしましたよね。ろうそくを置いておくあのものだったり、あるいは募金のための、そういう現場に来たことってありますか？
いや今まではなかったですね。でただ、お父様がねやっぱりあの同僚がいたから助かった、そのまま下敷きになったまま誰にも分からず、まあ、亡くなってしまうことだってあったわけで、そうするとあなたは生まれていない、はい、ということを考えると、そこに同僚がいたこと、誰かが助けてくれたことっていうのが非常に大きなことだと、もう一度こう思い出すことにはなりましたでしょうか。はい、十分になりました。まだまだあの若いあなただからこそ、次の世代にね、経験したものからではなくて、やっぱりこういうこともあるよとかっていうのを伝えていくっていうのは、自分の世代の、社会を作っていくためにはとても必要だと思いますので、これをもうちょっとフューチャーして、それからまたインドネシアにも行ってみて実際に生身のところを見てみる、はい、っていうのも今はあのネットの時代ですけれども、やはりリアルはとてもこう五感で感じる、匂いから何からっていうのも大事だということも、これからの授業の中でリアル授業もしてもらって先生にも会って、それから仲間にも会ってっていうことをしていってほしいなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にもう一度最初のタイトル覚えていますか。はい、震災が起こった、こんな時どんな行動を取るべきなのだろうか、神戸大学経済学部経済学科東野すばるでした。ありがとうございました。Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. From Nagata FM. 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 FM.